世界の主な海流世界の海流図1943年アメリカ陸軍による世界の海流図2004年海流は地球規模で起きる海水の水平方向の流れの総称似た現象に潮石による潮石流があるが潮石流は時間の経過に伴って流れが変化し短い周期性を持つ海流はほぼ一定方向に長時間流れる また海の中は、延直方向にも、向上的な流れが存在する海域もあるが、その流速は、非常に小さいので、通常は、海流とは呼ばない。海流はその性質により、暖流と寒流の2種類に対別される。海流が発生する原因は、諸説あるが、大きく分けて、氷層循環と、深層循環がある。氷層循環と、深層循環の意味は、 メカニズム的に論じるか、現象的に論じるかで違ってくる。メカニズム的に言えば、海面での風によって起こされる摩擦運動が元になってできる、風性循環が、氷層循環、温度あるいは、塩分の不均一による密度の不均一で起こる、熱塩循環が、深層循環である。この二つを総称して、海洋循環と呼ぶ。海流が、 海水の流れを重視した呼び方であるのに対して、海洋循環は特に地球規模での海水の巡り、循環を重視した呼び方であり、これらを使い分けることが多い。なお、日本語では、潮流といった場合は普通潮石流のことだが、黒潮、親潮、潮境などのように、潮、潮石の意味でなく海流の意味で使うことも多く、また、海水浴場における、 遊泳場の注意など、潮汐流のことを指して、海流という場合もあり、稀に逆もあるので注意。黒潮と、メキシコ湾流を二大海流といい。これらは、流量が多く、流速も早い。海水の比熱容量は、大気のそれに比べ非常に大きいため、暖流、寒流は、沿岸の気候に与える影響が大きい。なおこの二つは、実生活上をよく使われるが、 科学的な厳密さを書く分類法であり、水温が何度以上から暖流というような定義は存在しない。周辺海域の水温との比較によるものである。暖流と寒流以外にも、その海流の成因による分類がある。しかし、実際の海流は、ただ一つの成因によるものではないので注意したい。以下に、主な分類を挙げる。海流は、同じ場所でも、 時間とともに変化する。これは、海流の原因が、場所によって異なり、さらに、それらが時間に伴って変化することを反映している。なお、以下の説明で、流れの向きが変わらないといっても、永久流や、季節流にも一時流が重なり、その流れを乱すので、これは75%程度の頻度である。表層を流れる海流の流速は海流によって、様々であるが、 世界の海流分布図に掲げられている海流は1、昼夜に数海里から数十海里くらいの速さで流れている。海流のうちでも特に流速が速いものは黒潮、メキシコ湾流、モザンビーク海流であって、これらでは1日に100海里以上も流れるところがある。1日に100海里流れる場合の平均の速さは時速約 7.7km になる。海流の幅は 大抵の場合非常に広く 200km 以上あるのは珍しくない。一つの海流系では幅が広いところでは流速は遅く、幅が狭いところでは速くなる。また通常海流の両側では流速は遅く、中央部では速い。海流の厚さは場所によって非常に異なっているが概洋では海底の深さに比べるとかなり浅く、多くは深い場合でも、 表面から1000メートルほどで浅ければ数百メートル程度である。もっとも南極寒流のように厚さが3000メートル以上の海流もある。沿岸で水深が浅いと海流は海底まで届くことになり、このようなところでは海流は海底の影響を受ける。北半球では海流が傾斜を下るときは左遷し、上るときは右遷する。 また海流は水平方向だけでなく、延直方向の流向きにも影響を与える。特に海峡では、水温薬草があって、上下で流向きが逆になっているところの影響が顕著に現れる。RCM-9。水深2000メートルまで先行可能で2年間活動可能。速度、方向、深度、温度などの海流情報を記録する。 海流の観測方法は大きく直接測流と間接測流の二つに分類される。エクマン流速計直接測流とは特殊な装置、器具を実際に海洋に固定させて、あるいは浮遊させて流速を測る方法である。直接法にはオイラー法とラグランジュ法がある。オイラー法は流速計をある場所に固定して流れを測るもので流れの強さは プロペラの回転数やトルク、板、膜にかかる水圧、ワイヤーを張った時の抵抗による傾き、ドップラー効果による音速変化などを利用して測る。ラグランジュ法は物体を浮かべて海水の移動を追跡する方法で、船自体の流され方から流速や流向きを知ったり、海流瓶を流す方法などは昔から行われてきた。現在では漂流部位に発信装置をつけ、 電気信号を追跡する手法が多く取られる。部位の密度を調整すれば、海の表層だけでなくある程度の深さの流れの様子も追跡することができる。船舶に搭載されるものとしては、電磁海流計と呼ばれる地磁気と電磁誘導の法則を利用した海流計がある。1950年にアメリカで開発された。現在の海洋観測では超音波式。 多層流速計などにより、現場で簡単に観測されている。間接法とは、計算などによって、間接的に流速を求める方法である。古典的なものとして、航行する船舶で、航行の際の変異から海流を測ることがある。ある地点から、一定時間航行し、計算上の現在地と、転速工法や電波工法によって求められた、実際の現在地との差から、 海流の影響を求めるのである。その他にも、水温や塩分を測定し密度分布を求めて、上述の地交流の関係から流速を推算する方法がある。これを力学計算といい、便利なので多用されるが、地交流の釣り合いが成立していないと思われる、浅い海や赤道直下では使えない。海流、特に大きな暖流は、海上の気候に影響を及ぼし、 したがって陸上に住む動植物の生活にも大きな影響を及ぼす。もともと海水は空気に比べて比熱が4倍近くあるので水温の変化は気温を変化させやすい。例えば北、西ヨーロッパの冬の気温が世界の同じ度の平均気温よりも高くなっているがその一因として北、大西洋海流の存在がよく知られている。 日本日本ガンガンは夏に非常に湿度が高くなるが、これは南東から吹く風が暖かい黒潮上を通過してくるときに水蒸気を大量に取り込むことが原因である。一方、冬は季節風の北西風が吹くので黒潮の暖気によりそれほど気温が上がるわけではないが、山脈により雪雲を遮断するため関東伊勢の太平洋側地域では 晴天が多く比較的温暖な地域が多い。他方、日本海には、黒潮の分流である暖流の津島海流が流れ込んでいるが、大陸から吹き出す寒気がこの暖流の上を渡るときに、雲が形成され、冬季の豪雪と年間を通じての気温低下、日照時間の減少が見られる。また、北海道や東北地方の太平洋側では、 夏に寒流である親潮の上を吹き渡ってくる山瀬の影響で例外が発生することがある。海遊魚は海流と共に泳いでくるので、三陸沖のように黒潮と親潮が接するところは南方系、北方系の両方の魚が採れ、極めて良い魚場となっている。このように世界の主な魚場は大抵暖流と寒流の潮境や、 沿岸水と外洋水の境を中心に発達している。またプランクトンは海流によって種類が異なるばかりで、なく、その量も著しく異なっている。プランクトンは海流によって押し出されるので、海流は魚類の分布や移動などにも大きな関係を持つ。また、世界的大行場である南米ペルー沖では、エルニーニョの時はその海域の漁獲量が大きく減る。 ことが分かっている。流れが速い海流は船舶の航行にも影響する。昔の小船時代には海流に対する知識が風の利用法とともに航海術の重要な部分を占めていたが、現在のように機械力を利用する高速船の時代になっても海流を利用するとしないとでは経済的効果に大きな差異が出てくる。現在でも、例えば、 東京と沖縄の間の客船は、東京から黒潮の流れに逆らっていき、流れに乗って帰ってくるので、20ノットが出る船でも行きと帰りでは、数時間の差が出ることがある。海洋循環海洋表層部では、井戸ごとに、いくつかの海流のまとまりが見られる。北半球の極付近など、地形の影響で地域によっては、まとまりが見られないところもあるほか、 湾ななどでは小規模な循環が見られる基本的には、北半球の亜熱帯循環、南半球の熱帯循環、南半球の寒帯循環は時計回りで、北半球の亜寒帯循環、北半球の熱帯循環、南半球の亜熱帯循環は半時計回りに循環する。これらの大規模な循環に共通に見られるのが、大陸性眼界域において、 低緯度から高緯度へ向かう流れが狭い地域に集中して流量、速度が増す西岸強化という現象と大陸東岸地域で相対的にゆっくりとした流れとなる現象である。海中に一定の流れがあるということは古くから知られていた。8から11世紀に活躍したバイキングたちは優秀な航海者であり、当然大西洋東部の海流を利用したと思われる。 しかし、太陽の強大な海流が見出されたのは15世紀以降、太陽の航海が盛んになってからのことであり、海流に対する知識は航海術の発達と前後して拡大されていく。1497年イタリアの船長ジョンカボットは、ラブラドルに行く途中ラブラドル海流を発見した。 また同年バスコダガマはポルトガルから希望ミネを回ってモザンビーク海流に逆らって北上翌年アフリカ東ガンザンベジ河口から南西季節風海流に乗ってインドのカリカットに到着したという記録が残っているコロンブスの探検航海の水先案内人アラミノスは1513年メキシコ湾でメキシコ湾流の存在に気づきこの大海流に乗って ヨーロッパへ渡る最適反戦航路を発見した。1595年オランダ人、ヤン・ホイフェン・バンリンス法典は水路誌を作成して大西洋における海流を小説したが、これがその後100年余り航海者にとっての指針となった。1678年やはりオランダのキルヒナーはインド洋海洋図を観光したが、その中には、 西向きの赤道海流及びアガラス海流が明示されている。1688年イギリスの天文学者エドモンド・ハレーはインド洋の季節風とともに変化する表層海流を示した。また北赤道海流と南赤道海流の間に赤道半流が流れていることも明らかにした。しかし蒸気のようなヨーロッパ人による 大航海時代の海洋探検の目的は、新しい航路や領土を発見して貿易及び、植民地を通しての利益を得ることが主であったため、海洋に対する科学的調査が行われたわけではなかった。海流の科学的調査が本格的に行われるようになったのは20世紀に入ってから、特に第二次世界大戦後である。 今のところ世界中の海流の中で湾流と黒潮が最も詳しく研究されていると言えるが、未だ海流研究において不明な点は残る。日本においても、黒潮が沖縄諸島から日本南岸を流れている事実がすでに12世紀には知られていたことは、平家物語中の平安よりが言葉を流す記述からも伺えるが、北、 太平洋全域の海流全体については知識が乏しかったと考えられる。特に関英の鎖国以後外洋航海が禁止されたので外洋の海流に対する知識は途絶えてしまい、江戸時代の漂流船が海流に逆らって帰港しようと試み失敗して全員が死したと思われる例がかなりあった。現在はソビエト連邦の崩壊に伴って今まで 政治的問題で実態調査が困難であった東カラフト海流などの調査も進められている。農座は玄衛門、新しい海洋科学生残堂、書店、1999年。ISBN4 から425530071。監修者、和田千住を、海洋の辞典東京堂、出版、1960年。ありがとうございます。